皆さんこんにちは、ぴょん。ご機嫌いかがですか？明日は大相撲中継を見に行くので、とてもそわそわしているうさちゃんです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。皆さんの応援がバイオリニストとして YouTuber としてとても励みになりますので、動画の高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。さて今回はキングヌーの一途を、サビの部分を演奏いたします。この曲は劇場版呪術廻戦の、主題歌となっておりますね。はい、呪術廻戦も結構今トレンドですよね。はい、なのでこのキングヌーの一途を選曲しました。ではサビの部分をちょこっと弾いてみます。キングヌーの一途です。ありがとうございました。キングヌーの一途、サビの部分、1サビっていうのかな、1ワンコーラス目のサビの部分を演奏いたしました。すごく短かったですけれども、最近はね、動画をご視聴いただきやすいように短めに作ることを心がけながら動画を更新しております。であとはね、毎日できる限り更新して、知名度を少しずつでもいいので上げていきたいという目標もあります。はい、そうですね、私の動画では予告がねできていないんですけれども、次回の動画はせっかく大相撲中継に行くので、なんか感想の動画、なんか今までね音真似で木村陽道さんの声とかやってきたんですけれども、実際に会場に行ってみたら、今はね両国のね国技館でやってますけれども、どうだったかということとか、そういったお話を次回の動画で上げられたらいいなと思ってます。はい、ということで今回の動画はキングヌーの一途の一サビを弾いてみました。はい、今回の動画はここまでといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの応援がバイオリニストとして、YouTuber としてとても励みになりますので、動画の高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。うさちゃんでした。それでは皆さん、さよならぴょーん。バイバーイ。